震災の津波で壊滅的な被害を受けた宮城、女川町で、伝統の獅子舞が7年ぶりに、宅を一軒ずつ回る本来の姿で復活し、古からの復興や無病息災を祈願しました。本来の姿で復活したのは、女川獅子舞と呼ばれる、女川町の各地区に伝わる、月伝統の獅子舞です。家を一軒ずつ、家内安全や無病息災を祈願するのが、和紙ですが、震災の後、多くの住民が、設住宅での生活を余儀なくされたことな、から、家を回る形ではできなくなっていました。こうした中、震災の津波で大、な被害を受けた竹の浦地区では、災害公営、宅の入居が始まり、半数にあたる30世余りが自宅の再興を果たしたことから3、7年ぶりに本来の姿での獅子舞が復活、ました。賑やかなお囃子に乗って、頭を振った獅子舞が自宅に行ってく、と、住民たちは手を叩いたり、頭をし、に、んでもらったりしながら、復興や竹し、を祈願していました。竹の浦地区に帰、し、いた石巻市の30代の女性は、獅子舞、復興なくして竹の浦の復興はないと思って、他ので感無量ですと話していまし。女川町、竹の浦獅子振り保存会の阿部忠氏、町、全国からも支援を受けて頑張つ、姿を獅子ぶりを通して伝えてきた、念仏にふるさとに戻ってきて嬉しい。獅子振りを継承することが震災で亡くな、他人の供養になると思いますと話してました。獅子舞、かつての住民と地域、なぐ、震災後に人口が4割減少した旧県女川町では、正月の獅子舞がかつての、民と地域とをつなぐ役割も果たして今、女川町の竹の浦地区で暮らしていた、キキ、枝さん、81は震災の津波で地が全壊し、仮設住宅での生活を経て2年、と前に石巻市に自宅を再建しました。年、見続けた地区に戻ることも考えましが、家族の勧めで病院が近い長女の自宅、区で生活することを決めました。地区は車でおよそ1時間かかるため高齢の産が頻繁に戻ることは難しく、正月、狛江が今の自分とふるさとをつないで、ると言います。鈴木さんは3日、女、町、浦地区の弟の自宅で家族と共に買って、姿で復活した獅子舞を見ました。狛江が家に入ってくると、鈴木さんは、お獅子に向けて噛んでもらい、手をたたって喜んでいました。鈴木さんは、感動、涙が出ました。獅子ぶりが一軒一軒買い、来て昔に戻ったな、復興が進んだなと、言いました。自分はここを離れましたが、元の人にも会うことができ、見に来るの、楽しみです。元気なうちは毎年見に来た、と思いますと話していました。秋で作った獅子頭からの復活、女川の竹、地区は震災の津波で63世帯や、住宅、ほぼすべてが被災し、地区の住民、秋田内の宿泊施設に避難しました。獅子頭、太鼓など獅子舞の道具も流され、したが、3ヶ月後、復興を誓って施設の、布団や、リッパ、空き缶を使って獅子頭、作り、女で踊りました。これが獅子舞服のきっかけとなりまし、当時の様子、ついて地区の獅子ぶり保会の阿部忠司会は、避難所で悲しみに言う、必死がれる中、獅子が舞うとみんな笑顔になり元気になった、秋田での獅子舞が我々の復興の点だと話していました。避難所暮らし、経て、地区の住民は町内外の仮設住にバラバラに入居しましたが、正月にな、と地区の集会所に住民が集まり、獅子舞、続けてきました。震災から4年後、平、7年の3月には、イギリス王室の兄、ハム王子が女川町を訪れた際に獅子舞で、迎え、復興を目指す地区の元気な姿が王の人を勇気づけました。そして去年、前のおよそ半分の30世帯余りが地区